はい、伊勢丹 YouTube のご覧の皆様こんにちは。私伊勢丹新宿店、食品惣菜担当バイヤーの久保田と申します。よろしくお願いいたします。9月15日水曜日から、28日火曜日までの2週間、伊勢丹新宿店食品フロアで、開催される秋のオンリー MI キャンペーンで販売をいたします。オムニミートを使用した、小弁当を紹介させていただきます。今回ですね、素敵なゲストを、紹介させていただいております。エルグルメ、公認料理家で、美容料理家でいらっしゃいます、石松理香子さんです。よろしくお願いいたします。皆様はじめまして、美容料理家の石松理香子と申します。体の中から美しくをコンセプトに、マクロビオティックと薬膳を融合させたプラントベースの料理教室サロンドアールを主催しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはじめにですね、小弁当について、説明をさせていただきたいと思います。お子様や、女性のお客様でもですね、食べきれる量で、食品ロス削減につながる、ミニサイズのお弁当やお惣菜の総称のことを、小弁当と言っております。今回はですね、さらにその美味しさと、エシカルさを追求しようとですね、新しい代替肉の新素材、オムニミートを使った小弁当をご紹介したいと思いますので、それではですね、はい、早速、石松さん、ちょっと試食をしてみましょう。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、それでは、早速ですね、試食を、していただきたいと思うんですが、今回はですね、3つの、小弁当を、ご用意させていただきました。こちら画面向かって左手から、赤坂夕食さんの小さな精進ちらし寿司と、真ん中が、こちらタイの料理の人気店ですね、マンゴツリーさんの、秋野菜のミニオムニミートガパオで、こちらが、大阪てんてんさんの、一口お野菜餃子になります。はい、どれも美味しそうですね。彩りもいいですし、とても楽しみです。はい、それではですね、早速石松さん、はい、こちらの、お弁当の方をちょっと試食をお願いいたします。はい、どうぞ召し上がりください。ありがとうございます。いただきます。はい、じゃまずは、赤坂夕食さんの、はい、小さな精進ちらし寿司、バラちらしはですね、植物性の原料のみ、動物性のものを一切使ってないということで、うん、美味しいです、ね。うん、本当にもう全然わからないですね。代替肉とは思えないぐらい美味しいです。今回のマンゴーツリーさんのですね、こちらミニオムニミートガパオなんですけどもね、通常マンゴーツリーさん非常に本格的なタイ料理のお店なので、かなり辛さとか味も結構本場仕様のところがあって、日本人の方には、辛いなという部分があるかもしれません。今回はその辺のところを抑えめに、はい、作らさせていただいていて、まあ、どういうお客様にも食べやすい、まあ、そういうお弁当にしておりますね。はい、美味しいです。本当にしっかり味がついているので、もうまさにお肉っぽいですね。ガパオっぽいです。辛さも全然そんな辛すぎず、本当に日本人に合う味だと思いますし、しっかり味がついているので、本当にこれはまた違った感じで本当に美味しかったです。はい、てんてんさんの、一口お野菜餃子になります。はい、まあ、本当にてんてんさんといったらもう一口餃子の人気店というところで、いや、もう本当にわからないぐらいですね。うん、本当に餃子ですね。うん、本当に多分非常に満足感も高い、仕上がりになっているのかなとは思います。はい、さらに、ゲストの方を、紹介させていただきます。グリーンマンデージャパンの、黒坂陸さんです。オムニミートについて簡単にご説明をさせていただきます。オムニミートは香港初のフードテックが開発しました植物性 100% のお肉の代わりとなる食材となっております。今一番の特徴なんですけれども、今先ほどご感想でいただいたように、美味しいというところなんですね。使われている素材、大豆だけではなくてお米、あとエンドウ豆、椎茸、そして大豆、こちらの4つの原材料のタンパク質を抽出して作っております。もう今回大豆臭さのところとかはどうでしたか？はい、大豆臭さがなくて本当にお肉みたいで、多分誰でも楽しめると思います。うん、ありがとうございます。オンリー MI キャンペーン期間中に、このオムニミートの 小分けのこの小売用のパッケージですね、こちらも、9月の15日から、
本館地下1階のシェフズセレクションで、の冷凍食品のコーナーで販売いたしておりますので、こちらも合わせてチェックをお願いいたします。その他複数のブランドでオムニミートを使用した小弁当の紹介も、いたしております。ぜひですねご来店の際はチェックをしてみてください。それでは本日ですね皆様オムニミートを使った小弁当試食をしていただきましたけども、改めてちょっと感想とかですねちょっとその辺のところ教えていただいてよろしいでしょうか。はい、本当にやはりオムニミート私もいつも使ってるんですけれどもやはりプロの手にかかると本当に美味しくてもういろんな方に食べてほしいと思いました。オムニミートミンチタイプなので今回いろんな小弁当もいろんな形に使っていただきました。各店舗のこだわりの味が楽しめると思いますのでぜひ伊勢丹新宿さんに来ていただいて、ご購入いただければと思います。はい、ありがとうございます。伊勢丹新宿店秋のオンリーマイキャンペーンは、9月15日水曜日から、28日火曜日まで開催をいたしております。石松さん、黒崎さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、さようなら。